脳脊髄液検体のグラム陽性の炭素菌。他の細胞は白血球。グラム陽性菌とは、グラム染色により、根性色あるいは紫色に染色される細菌の、相性。これに対して赤色あるいは、桃色を呈すものを、グラム陰性菌と呼ぶ。大半は外膜を持たない、MD 細菌である、フィルミクテスモンと、セン菌、一部のクロロフレクススモンであるが、 DD 細菌であるデーノコックステルムスモンの一部も例外的にグラム陽性で逆に MD 細菌であるクロロフレクスモンの一部やテネリクテスモンはグラム陰性である。かつてグラム陽性の新生細菌はフィルミクテスモン、ファーミキュツに一括してまとめられた時期がある。命名はグラム陽性菌の厚い細胞壁にちなんでおりラテン語のファーミスフィルミスとキュータスクティスの 合成語であった。ここには、現在のフィルミクテスモンに含まれる、低 GC グラム陽性細菌の他に、現在は別のモンとして扱われる、放線菌やデーノコックスなども含まれていた。ペプチドグリカンの構造一般的に、グラム陽性菌には、下記の特徴が存在する。外膜を持たない厚いペプチドグリカン層の存在グラム、染色法では、 このペプチドグリカンの構造の違いが両者を染め分けている。グラム陽性菌は細胞壁の厚いペプチドグリカン層がエタノールによる脱色を防ぎ、先に染色されたクリスタルバイオレットの紫色を保持する。一方、グラム陰性菌ではペプチドグリカン層が薄いためクリスタルバイオレットが簡単に脱色されてしまい、対比染色のサフラニンによる赤色が強く出る。 多くのグラム陽性菌はフィルミクテスモンと放染菌モンに分類される。一般的な傾向として DNA 中のグアノシン、シトシンガン有量が少ないものがフィルミクテス、多いものがホセン菌である。グラム陽性菌に属する細菌の属としてバシラス、リステリア、スタフィリコッカス、ストレプタコッカス、エンテロコッカス、クラストリジウムなどの属がよく知られている。 抗議には、マイコプラズマのような細胞壁を持たないために、グラム染色できないモリクテスズナの細菌もグラム、陽性菌に分類される。これら以外に、グラム陽性に染色される生物としては、デーノコックステルムスモンのデナコッカスが挙げられる。この細菌は、非常に厚いペプチドグリ乾燥を持つため陽性に染色されるが、外膜を持つなど、構造的にはむしろ、 グラム陰性菌に類似している。新生細菌の中で分類的には以下のようになっている。この5問に卵巣を加えた6問でテッラバクテリアというクレードを形成する仮説がある。また、古細菌の中にもグラム陽性に染色されるものがある。ただし、陽性に染色される原因や細胞壁の構造、抗生物質感受精などはこの記事に挙げる。 典型的なグラム陽性菌とは異なっている。グラム陽性に染色される古細菌の例としては、メタノバクテリウムズナとメタノピュールスズナ、メタノオサーサナなどが挙げられる。人の病原細菌の多くはグラム陰性菌である。古典的には6つのグラム陽性菌が人の典型的な病原体である。球菌、ストレプトコッカス属とスタフィロコッカス属の2つである。菌このうち、 コリネバクテリウム属とリステリア属は画法を形成しないが、バシラス属とクロストリジウム属は画法を形成する。画法形成細菌は呼吸様式によりさらに細分することができ、バシラス属は通性検期生であり、クロストリジウム属は変性検期生である。また、分子系統では、コリネバクテリウム属が放線菌門、その他のストレプトコッカス属、リステリア属、 バシラス族及びクロストリジウム族はフィルミクテスモンに属している。ありがとうございます。